フランチャイズビジネス自体を僕はおすすめしません。 これはエンリケさんだからとかではなくてすべてのフランチャイズが僕はそもそもやっぱり本部が儲かる仕組みになってるんですよね。えー、エンリケさんのセルフェイスってフランチャイズが続々閉店してるみたいですからセルフェイスってビジネス的にどう思いますかセルフェイスってがね結構今増えてるんでなかなかねそんな簡単じゃないと思うんですよ。でああいう業態っていうのはそんなにお金がない人をターゲットにするんでプライスを上げにくいんですよね。でやっぱり競合が出てきてどんどん価格を安くしていくじゃないですか。だかからいかにに消費者に安く、ね サービスを提供できるかっていうところが勝負のポイントになってるんでそれはどういうことかっていうと結局ね企業が儲かんないんですよだからあんまり美味しくないと思います僕はビジネス的にはなんであれあるのかなって感じです一番ビジネス的に美味しいのは当然なんですけどお金が儲かってで競合がいない業態ですよねでもなんかみんな競合がすごいどんどん出てくるしお金が儲かんない業態を選ぶんですよねだからそもそもなんかマーケットを選ぶその最初の時点でまあエンリケさんガッといい意味じゃないですけどうまくいかない人たちはね失敗してる気がしますうん なんか無駄な努力をしてるなって感じですね、僕はいつも思いますね、それ。なんでこんなビジネスやるんだろうなって、すごい不思議に思います。もっと儲かること探せばいいの、ね、よ。だって、本当に最初にどのビジネスを選ぶかで、今後の成功率とか、今後どれだけリターンがあるかって変わるんで、ビジネスモデルの選定、一番最初の何をやるかっていうのが、ビジネスで一番大事ですよ。まあ、これ、どこの国で生まれるかと同じぐらい大事です。 それによっては例えばアフリカとかのすごい貧しい国で生まれるぐらいすごい厳しい市場環境で頑張っていかないといけないかもしれないでもビジネスの選び方によっては先進国で日本がいい例なのかもしれないですけど、まあ、生活には困らないような結構甘いね甘いマーケット緩いマーケットで生きていけるかもしれないそれぐらい大事なことなんで僕はビジネスモデルの選定はどの国で生まれるか生まれの選定ぐらいむっちゃくちゃ大事なことだと思ってますうんこれマジ大事ですよ で多くの人が失敗しているのが最初に何をやるかを安易に決めてますねエンリーケさんのセリフエステ FC 加盟店と裁判になりそうみたいです原因はエンリケさんが出してる集客予想が現実とはかけ離れてるから向こうと加盟店が主張してるみたいです。加盟店に勝ち目あると思いますか現状オープンしている100店舗中25店舗がすでに閉店してるみたいです。これはですね1店舗だけが例えば訴えてるんであれば正直加盟店に勝ち目ないと思うんですけどもし100店舗中25店舗約4分の1の店舗がですね本当に閉店をしていてそして実際エンリケさん側から出してる収益を 予想が全然違ったよっていうことがその25店舗のまあ多くの加盟店がみんなで協力して訴えれば可能性は あると思いますこういうのって1人の証言とか1人の意見よりもたくさん集まった方がやっぱり信憑性ってまして裁判官に認められやすくなるんですよだから25店舗みんなが実際こうやって言われてたんだけど全然違うじゃんみたいなそれを裁判所にあの主張すればですねそれなりにね認められる可能性っていうのはなくはないんじゃないかなって思いますただその収益予測とどれぐらいかけ離れてるかによって 全然変わってくるんで、それがあまりにも現実的に大きくかけ離れているんであればの話だと思ってます。で、そもそもフランチャイズビジネス自体を僕はお勧めしません。 これはエンリケさんだからとかではなくてすべてのフランチャイズが僕はそもそもやっぱり本部が儲かる仕組みになってるんですよねそういう仕組み設計でフランチャイズ展開をするんでそのフランチャイズをやってお金を稼ごうっていうのはちょっとあんまりセンスがないんじゃないかなって思いますでこの場合やるべきことはフランチャイズの道元なんですよ絶対に加盟店っていうのはあくまで本部の言ってしまえばちょっと言葉は悪いけど犬なんですよね だって全ての決済権が本部にあるわけですから。で、コンビニとかでも問題になってるじゃないですか。例えば、セブンイレブンの加盟店がセブンイレブンの本部の一存で全て決まって、すごく長時間労働を強いられるとか、仕入れも制限されて大変だとか、結構問題になってるのが分かるように、一番本部が力を持ってるんですよ。だって本部が そのゲームを動かす権利を持ってるからゲームっていうかそれをゲームで例えるんなればゲームをコントロールできるゲームマスターみたいなもんですからね、うん、だから僕はねそのフランチャイズはやらない方がいいと思いますよマジで。はい